皆さんこんばんは、和道です。今日は2018年1月の5日でございますね。5日です。20、あ、4、日が変わって0時17分です。よろしくお願いします。では今日もね、シルバーアクセサリーを作ってまいりましょう。今日はね、スタジオの方から、お送りしていきます。音声と映像問題なかったら教えてください。音声と映像大丈夫ですか？こんばんは、解放。お疲れ。音声と映像問題ないですかね？大丈夫？まったりやっていきましょう。皆さん、こんばんは。問題なし。ま、普通に聞こえる？ OKOK。 じゃあやっていきましょうか。そうそう、工房、スタジオだね。すごいっすよ。こんな感じですね。本格的でしょ？バックの BGM も聞こえてる？解放。いつもの BGM 流れてる？聞こえてる？ OK。 じゃあ問題ないね。
研ぎ、はい、職人って感じだって、あれだよ、本当の職人さんが使ってる工場だもん。お、いいっす。ここでシルバーとかプラチナとか金のアクセサリーが生み出されてる。本物のスタジオですよ。はい。なんかこう好きなやつあるでしょ。はい。はい。とりあえずこれで大丈夫っす。いいっす。ありがとうございます。今ね、スタジオね、フル稼働してる。もう X さんがスタジオをもうメンテナンスして、全部の機材を新年を迎えるためにもう綺麗にフル稼働状態ですよ。X さんも今日作業やるみたいよ。
神谷の仕事もらってきたんですか。はいはい。へえ。すごいですね。マジですか。タミヤの、タミヤから仕事、すげえな。はい。いいじゃないですか、でっかい会社で。はい。ああ。はい。やれることをって言ったら、はい。工作だったらできんじゃねえのって。はい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 。いいっすね。もうお任せしますよ、それは。はい。そうですね。バドがなんでこいつと絡んでるのか、その閲覧が欲しい。でも多分この工作系の作業枠に関しては閲覧伸びないんで、完成してからじゃないですか。うん。工程好きな人ってあんまいないんですよ。作業工程自体を見たいっていう人。そうですね。まあでもそれも必然的にこれから出ちゃうんじゃないですか。はい。はい。はい。あれ初めて知ったのがその後だったじゃん。はい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 。ステゴロ2のあれを僕もらったんでしょ、はい、そうですそうです、ステゴロ発表前に。本当にバカじゃないの。まあ、ステゴロのね、僕はずっと応援はしてたけど、はい、ひどいよ、いきなりもらって俺、あ、これです、これって言ってたけど、すごいな、これ。未公開情報ですね。そうだよ。そういうのさ、軽くやってくれるから面白い。
ダメだ、カッターの方がやりやすいな。慣れてきた。お願いします。あんま言ってないな。なんとなく俺が好きって感じですよ。マジですか。あ、でもやりやすそうだなとは思いましたね。工具を研いでいただいてます、 X さんに。はい、刃物を研いでる人いっぱいでしょ。ああ。多分俺の木は刃物研ぎ、そうですよね。近いものありますもんね。だからその研ぎ師に、どういうふうに使えばいいかとか、どういうふうに片道がどういうふうに使うかとかっていうような要は、はい、そういうものが分かってない人間は、はい、適度に研ぐだろうけど、はい、関係なかった。俺の場合この子はこういうふうにしようと思ってっていうだけの話で、多分別に言わないですよ。言わないですよ。言わない言わない。マドちゃんと会った瞬間に握手をして。おばあちゃんみたいなと思って。孫がき久々来たみたいな。関東から孫来た。はい、はい、でも嬉しいのが、なんか多枠でなんかヤバゾウさんっていうリスナーさんいるんですよ。でヤバゾウさんが、いや和道のアクセ俺結構売れると思うよって普通になんか俺と関係ない話題で言ってくれて、どれさんの放送だったかな、いや、ワド結構売れると思うよって普通に言ってくれてて嬉しかったっすね。ワドブランドって、はい、普通に考えてもらう。出来上がったら誰がつけんのから、はい、ね、はり、ニューヨークセレブにつけさせます。ニューヨークセレブに、はい、アホです、アホ。日本人にはまだは早い。でもなんかいいもん作ってみんなに買ってもらいたいですね、本当に。作り配信っていいっすよね、本当に。なんか誰もやってないし、うん、
なんか陶芸とかもやりたいなとか思っていろいろ考えてたんですよね。そのっていうか本来そのなんかショップとかで工場持ってるところとかあるじゃないですか。こういうのやればいいのに、生放送とか YouTube とかと思いますもん。職人さん嫌か気が散りますよ。はい。だしあれですもんね、あのなんかその秘伝の工房とか盗まれちゃいますもんね、やり方とか。うん、そうですね、はい、オルファが慣れすぎて、なんかオルファに対する愛着がやばいっす。もうオルファとオルファで50時間作業したんで、なんかスパチュラだと表現できなくなってますね。オルファの方が早い俺今、はい、オルファ好きっす。オルファがやりたいこと答えてくれます。ただちょっとオーバーに削れちゃうんだよな。まあいいや、最初オルファでやっぱオルファ好き。オルファだけでいこうかな。あと1年後の風にしてもそれが全て自分のものに変わってるっていう姿を俺は想像すると、はい、超面白くない。いいっすね。みんなに言ってあげたいもん。うん。みんな普通にコメント打っていいかんね。作業中邪魔しちゃいけないとか思わなくていいよ、全然。おー、カメさん風船ありがとう。アイテムありがとね。いつもありがとう。
紫の方が硬いんでしたっけ、青より。なんかちょっとやっぱ紫でやればよかったなって若干後悔します。紫一番いいんすか。僕が好きなの紫よ。うん、今度やってみたいですね、紫で。あ、いや、なんか歯の通りどれくらいなのかなと思って、なんか捨てでいいんですけど、捨てパーツでちょっと、いいですか、どれくらい違うんだろうと思って。あー、全然違いますね。あー、いい、いいっすね。今度紫でやろうかな、次のパーツ。あー、硬いな。うん、こんなに違うんだ。はい、鈴木君がさ、はい、こっちはこっちとかって言ってけど、はい、まあ、彼の話はよくわかんないけど、でもまあいいんじゃない。あ、紫いいっすね。じゃあそれ切っちゃう。あ、いや、もうこれこのままいきます。あの、このパーツは次から紫でいいかもしれないです。青柔らかいっすね。毎日の工程終わりにツイッターにアップしてるじゃないですか、写真を。あれがすごい楽しみなんですよ。なんか前の日と全然違かったり、2日ぐらい経つと、おおって頑張ったなみたいな。いい。はい。そうなんですよね。手元アップカメラあった方がいいかもしれないですね。
危ない、あーどこ行った、なんですか、ヘッドホンしてて聞こえなかったっす。うん、はい、金梅さんとかみんちゃらかんちゃらって言ってんだけど、はい、まあ、アドでしか名前でしょって、うん、金梅なんかどうでもいいし、じゃあ俺にじゃあ話をするんだったら話をしてあげるけど、うん、うん、ひかるくんでもあれだ、なんだっけな、あの配信やめて実業行くって言ってましたよ、はい、やめはしない、完全引退はしないけどっていう、今年だか来年だかいつだったかな、うん、配信はもう一旦距離を置くってずっと言ってますね、おい野田てるさんいらっしゃい、ありがとうございます。わあ、すげえな。これいいや。これいいや。あ、これいいっすね。これいい。あ、これいいな。これいいっすね。あ、これすごい。こいついいな、こいつはいいや、あ、これすごい、あ、これすごいな、あ、これはすごい、あ、これすげえな、これいいっすね、うん、これすごいな、鍵校舎シルバーのね、彫金、あのシルバーのスタジオだよ、宇佐間さん、
まあ似てるかもね。歯科技工士多分一番近い職業ですよね。うん。道具いいな。ごめんみんな。うわ、すげえすげえすげえ。いいっすね。
ブラックジャックみたいじゃないですか。メス投げますもんね、ブラックジャック。知ってます？ブラックジャックって敵が現れてギャングとかに襲われてメス投げるんですよ。そう、スパチュラ投げるんで。なんか最近こうシルバーに対する捉え方が変わってきて、アートっすねこれ。小さな工芸品っていうか、その芸術品っていうか、ファッションじゃねえんだと思って。なんかそんな感覚になってきましたね。なんか小さな芸術見る目になりました。そうですね。はい。いや、そうですよね。本当に。ステッカーってどんなのですか？こんばんは。ね、500円のステッカーはこんな感じ。デザインこれ。で、1000円で売ってるやつは今手元にない。あの、ツイッターとかにあるよ。トラオさん。ツイッターの画像いっぱい見ていくと多分どっかにあると思う。赤と黒は。風船ありがとうね、トラオさん。ぜひぜひ、応援よろしくお願いします。初見さんいらっしゃい。だいぶ変わった。あ、いいね。だいぶ変わった。あ、いいな。さっきの工具いいな。これいいな。シルバーって結構道具必要なんですか？上手い人はナイフ1本で作るんじゃないの？あの、すごい量あるよ。とんでもない、なんか、量あるけど、X さんはもう、なんか、ナイフ1本でも多分すげえの作ると思うよ。うん。道具必要っていうか、もう、こうちょっとこっち側映してもいいですか？ちょっとこっち側だけ映していいですか？なんつうんだろう、いろんな工具があるね。こうこっち側行くと、そのリューターであったりとか、その工具、もう工具がすごいことになってるね。すごいでしょ。あの粉塵を取る機械とか、溶解する機械とか、もうなんだろう、リューターとか、1個20万するリューターとか、すごい数あるよ。すごいでしょ。で、下にも、これなんですか？この冷蔵庫。これ粉塵機ですか？これ。とか、もうすごいよ。これも工具だし。そうそうそう。でも、なんか、最近気づいてきたのは、その道具っていうのは、その、使いこなせて初めて意味があるんだなっていうのは、だんだん分かってきたけど。うん。道具がすごいからすごいものを作れるわけじゃなくて、すごい人はもうナイフ一本でもすごいの作るよ。これやばいっすね。こいつがすごいっす。ビンビンきます。こいつやばいっす。
興味あるんだ。何、そのシルバーとか作ってみたいなって。なんかアドバイスしてあげてくださいよ。なんかシルバー作りに興味あるらしいですよ、この人は。シルバー歴30年の今、職人さんが目の前にいるんで、聞いてみたら。ちょっとマイク渡すね。こっからこっち映らなければです。いや違う違う、それマイク、あ、マイイヤク、ホンじゃない。あ、 耳に入れてたよ、マイク。ガサガサ。いやいや、ごめんなさい。多分和道だからこう誘ってるだけだね。僕もね、30年、まあ20何年やってるけど、やっぱしね、難しいよね。配信者だからっていう、その和道というものがあって、僕は誘ったんだよね、実際は。違くて、多分家でのやり方とかアドバイスしてあげればいいえ、なんか、家そう、で入門編とか、どういうことやったらいいとか。家でやる。なんか、多分趣味でやりたいんですよ、この子は。趣味で？はし、趣味でこんなことしちゃダメだよ。そんなもん、だって普通に考えてごらん。こんなこと趣味でやったら、お前、本当に大変なことになっちゃうから、やめたほうがいい。い。やめた方がいいって。もう絶対的にやめたほうがいいんだよ。やめたほうがいいって。そうだよ、売ってるもん買ったほうがいいって。そうだよ。売ってるもん買いなさい。売ってるもん買ったほうが絶対いい。出来上がったもの？見せていいですか？X さんの完成品。いや、なんか見たいって言ってますね。もうどこに何があるか覚えちゃった。ちょっとピントが合わないかな。あった、ピントがあった。こんな感じ。すごいよね。すごくない？こういう、もうドラゴン360度立体的なドラゴンとかさ、すごいでしょ。こんな家に欲しいよね、男の子の夢だよね。すごいでしょ。そうそう、指輪とかもいっぱいある。こういう白銀の、このドラゴンだね。芸術でだよね、本当に。いや、本当にすごいよ。もうシルバーと金とプラチナだったら何でも、もう何でも任せてって言ってもらえてる。俺は素人だけどね。いっぱいあるよ。芸術だよね、本当に。今ね、そのワックスを削るって言って原型を作ってる感じですね。粘土とかでやってみたらいいんじゃないの？安いの売ってるじゃん。シルバー製作キットみたいな。とんでもないです、とんでもないです。僕が作ったものではないですけど、僕は素人なんで。もしよかったらフォローしてって。削りやすいっていうか、その曲面のアーチが、なんかこれだと、その糸のこの凸凹でこう丸みを帯びちゃうんですよ、そのボコに対して。だけどこれをなぜか引っ掛けてグーっていくと、スーってこう凸凹を持ってってくれるんですよね。すごいです、これ。でも使い方間違えるとエイリアンでガーって持ってかれちゃうんですけど、これは今この工程でめちゃめちゃ助かってますね、こいつ。これやばいっす。あ、フォローありがとう。とんでもない、とんでもない。これからもよろしくお願いします、川上さん。でもね、なんか作ってみるとね、その売ってるシルバーとかも、どこが良くて、どこが悪くて、これがすごいとか分かるようになるから面白いよ。あ、もうこれ、にわかだなとか、
なんかダメなやつが作ったなとか、これすごい人が作ったなとか分かるようになる。なんかその作る時の気持ちが分かるから、なんか要は気合い込めて作ってるか惰性で作ってるかも分かるよ。だただデザインパクってるなとか、要は念がこもってるか分かるようになる、その人の作品にかける意気込みみたいな。あとこれは機械で作ったものだなとか、これは手で作ったものだなとか。ロムってる人いるんですか？え、言っていいの？いやいやいや、いいっすいいっす、任せます。言っていいかどうか分かんないですよ僕知らない情報なんで。今日来てないっすよ。いや、あの昴生さん、あ、昴生くんあれですよ、あのロム勢じゃないんで、挨拶してくるんで今日来てないですよ。寝てるんじゃないですか。ちょっと喋りたいけどね山口、何だっけ、あの工具は山口って分かってるよシーホース使わない理由も分かってるし、はい、なんか喋りたいですね。めんどくせえなみたいなそれ以上はキャドになりますとかね。 0.03 の世界をできないんだったらやめた方がいいよ。そんなのは職人やめた方がいい。マジで僕らはずっと 0.01 の世界でずっとやってんだよ。お前みたいなダサい仕事をしてないんだよ、ごめんね。で、あとはキャドに任せる。キャドに任せたらお前もっと振り幅大きくなるかな。分かってんのか。あのね、キャドで指輪、要は、はい、石を止めるってことは、もっと利幅でかくなって、利幅っていうかめっちゃでかくなるから、それを分かっての話なのか。おい、なあのシーホースっていう話をしちゃった。まあまあまあ、バドちゃんは下いるから言うけど、佐々木の下でもそうだけどね、佐々木の下でもいっぱいできないやつがいるんだね。散々俺がそれを面倒くせえなってお前らっていうふうに言ったんだから、ね、俺は硬い、まあ硬い目ですけどいいよ。悪いけどお前らより俺のは勝てんねで、ゴールドスノーっていうね、俺の兄弟もやってるところは勝てんね。お前らな、負けるようにしないようによろしく、マジで本当に腹が立つね。バカみたいなやつらばっかしよ、あって並び立つでよ、あって。なんでワドちゃんと俺が、あ、ねえ、いるかって言ったら、いや俺は俺で、あのまあね、30年代、あのまあ実際は28年9年ぐらいなのか分かんないけど、でもこの子と俺はスパーリングをしたんだね。僕がもともとはムエタイをやってたからね。でそこでスパーリングをして、ワンの時だね、なんだっけ、手頃ワンの時にやってっていう話で、はい、そこからその後に話をして、めんどくせえやついっぱいいるでしょ、ね、普通にぶっ潰しちゃうから悪いけどごめんなさいね。ヒカちゃんの昨日のなんとかとかっていう、飛び火しちゃダメなのかわかんないけど、俺はすっげえムカつくやつが全員ムカつくから、ね、あんまり配信じゃ関わんない、マジでめんどくせえ。僕は僕でしかなんないし、和道の和道リスナーでしかなんないからね。ただ和道リスナー、和道リスナーって昨日散々言われてたからムカつくんだよ。和道リスナー、和道リスナーってなんか彼がね、ガチャガチャ言ってんだよね。
今日も話したけど、どうでもいいんだけどね。じゃあ俺と話しよう、マジで対マンで、ヒカルとかワドとか関係なし、俺と話しよう。あ、だったらいいんじゃない。普通に話しましょうよ、マジで。聞いてるこっちはイライラする。お金持ってんのか知らんけど。また煮込んじゃうよお前。あ、つけないですか。今思ってないけど、まあ、とりあえず、めんどくせえからな。お前と俺の勝負しとこうかな。実践行くか、わからん。配信者に対してもう言うじゃん、めんどくせえから。いい、かかってこいって言う話だけど、普通に、俺は関係ないし、でやったろうかって言ったら、
ありがとうございます。え、バッテリーがない？え、これ充電されてます？え、なんだこれ。電気って通ってますよ、これ。ここ。え、なんだ。あ、刺さってね。あ、いや、本線刺さってなかったです。どれ抜いていいですか？よいっす。あ、刺す。よいしょ。あ、OK です。よかった。オーダーの指輪とか1本いくらぐらいで受けるもんなんすか？完全そのハンドメイドとかだと。ああ。
ほう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 。はあ。だって、僕がやってた。はい。1000万ですか、うん、すげえな。プレイヤーになったもん。いや、プレイヤーじゃん。半分持っていかしてもらって500万プレイヤーでもね。うん。ある芸能人の方にやってもらって。ごめんなさい、音入るとこっちが番になっちゃうんですよ。申し訳ないです。はい。記者会見とかでつけてるの全国に晒すわけですもんね。プレッシャー半端ないですよね。いや、僕にはプレッシャーがないんだけど。はい。すべてなんだね。はい。これに乗っかってるね。はい。もうあるんで。へえ。思いながら。うん、でもこれ晒しちゃうとほら僕がそうですね、そうですね、めんどくさいですね。いや、俺は別にめんどくさくなくてどうでもいいんだけど。はい。あでもちょっと CA だっていうかね。はい。いや、北野武さんも結構言ってくれてて、はい、一回ちょっと話をしたことがあって。え、ビート武さんとですか。へえ、すごい。まあ、要は、はい、こういうことに対してっていう話をされて、はい、で、まあ、僕の、いろんな話をしたんだけど、はい、お前、なんでお前、うちの会に入んなかったのって言われて、たけし軍団ですか。そうそうそう、まあ、頭いいんだからとかって言われて、あ、そう、うん、僕が晒そうとしてる人たちが言ってんだから。おー、俺はめんどくせえなってずっと思ってたんだけど、うん、うん、
まあまあいい感じですね。
いや下の方ですよ、閲覧が少ないから。やって映ってないですか、ふわっち。いません、やってますよ今。上の方、うん、上の方30、え、はい、こんばんは、レオさん。いないですか、え、なんで。乗ってますよ、マイプーさんの横に。なんだろう、そうそう、シルバーアクセサリーだよ今作ってんの。シルバーアクセサリー好きなの、レオさんは。気になる？いいよ。青っていうのはね、これはね、原型のワックスっていうやつで、ろうそくなのね。だから原型を作ってる感じ。青いワックスと紫のワックスと緑のワックスとっていろんなワックスがあるんだけど、そうそう、形はね、あの鍵だね。うん、鍵を作ってます。そうそうそう、だこれがそう、まあシルバーになるんですよ。この作った形がシルバーになるの、うん、鍵だね、ペンダントトップだね。僕のね、シルバーのパートナーの X さんがいて、ここのスタジオのオーナーさんがいるよ。その人に教わってるの。シルバーとかこの金とかプラチナのアクセサリーを作って30年ぐらいの人ね。X さんっていう人がいる。ここは X さんのスタジオ。
はい、明けましておめでとう。今年もよろしく、ロハコさん。お疲れ。何、LINE は、今までの LINE は使えなくなるってこと？ロハコさん、今までの LINE はもう消えちゃうってこと？今までの LINE で連絡取ればいいの？新しい方、OK、登録しておくよ、じゃあ。すごい繊細な作業だよ。すごい繊細。女性を扱うようにね。気難しい女性とデートをしてる感覚ですよ。細かいものを作るの好きなんだ。本当に気難しい女性とデートしてるみたいな。
うん、そうそう、このパーツと合体するんだけどね、こういう感じだね。曲線を描くのが難しいな。他のもの、そうだね、パーツを結構何個か組み合わせる感じで、一回そのなんだろう、削り出しで作ったんだけど、なかなかうまくいかなくて、一回バラしたんですよ。一回バラバラにして、で細部をこう作り込んでる感じかな。その方が綺麗にいきそうだから。おい、ありがとね、チーズケーキ。すげえうまかったよ。ありがとう、ありがとう。白菜でね、今日ね、エビミからもらった白菜で、あれ食ったよ、すき焼き食べた。ありがとね。うまかったわ。ういっす、ういっす。なんかわざわざね、家までありがとね、来てくれて。夜中せんべいバリバリ食ってたよ。もう何、地元？今は。結構いい感じに進んできたよ。だんだん形が見えてきたっていうか、何これっていう状態だったのが、完成図がもう大体見えてきたかな。完成図か。あ、今地元だ。いや、まさか東京に来てるとは思わなかったからびっくりしたよ。うん、危ねえ危ねえ、落としちゃった。今どんな感じか見せようか。今ね、こんな感じですよ。まだまだ全然あれだけど、土台は見えてきた。土台は結構かわいい感じになりそうだけどね。うん、こんな感じかな。今こんな感じになってきたね。だんだん土台見えてきたでしょ。今4つパーツがあるのか。はい、ヤナラッキーいらっしゃい。うん、
可愛いでしょ、うん、これをバラバラに作ってるんだけど、模様を入れたりこう装飾を加えていって、うん、結構でかいね。タバコの箱よりもでかいから、でっかいペンダントトップ、結構見えてきたでしょ。なんだそれって言われてたんだけど、タバコよりも高さあるね、うん、まあこれが今パーツがバラバラなんだけど、うん、ゆっくり作り込んでいこうと思ってて、よいしょ、かわいいでしょ、かわいいでしょ。だから女の子にこう買ってもらえるようなユニセックスな感じでやろうと思ってて、結構でかいね、うん、普通の鍵よりも全然一回り以上でかいから、普通の鍵、俺の鍵と比べてみようか。結構なんかでっかいペンダントトップにしたいなと思って、普通の鍵はこれくらいだから、うん、全然でかいよ、うん、鍵よりも二回りぐらいでかいぐらいのペンダントトップだね。なんか大きいのが可愛いから、なんかあのビビアンウエストウッドだっけとかもでっかいネックレス作ってるな。あんな感じでかなりでかいね、うん、タバコの箱ぐらいの大きさになると思う。なんかこうでかくて可愛いのが好きなんだよね。こう中二病の中二病の感情を出していきたいね。
いや結局ね、アンパンマンさんね、結局何作ってるんですかとか言ってる人いるけど、いや何を作ってんのかじゃなくて誰が作ってんのかで買ってほしいんだよね。あの何を作ってるのかじゃなくて誰が作ってるのかじゃん。そうで結局タバコがどうとかいう人に身につけてほしくないよね、うん、うるさい、そういう細い人には買ってもらいたくないし売る気はないから、俺が作ってるわけだからさ。あ、何作ってるんですかっていう、うん、ここ俺の家じゃない、あの X さんのスタジオ、俺の家じゃないよ。アクセサリーはもちろん販売するためにブランドを立ち上げようっていうことでやってるから、シルバーブランド立ち上げますよ、作ります。うん、もちろんあの販売しますよ。うん、何様だよ、別になんか変なこと言ってるつもりないけど。え？なんですか？はいはいはい。すごいっすね。あ、この上にダイヤモンドを置くんですか？へえ、すごい。へえ、綺麗っすね。え？だいたいいくらぐらいからですか？だいたいね、定価は今んところサイズ的にね、まあ、3万5000円ぐらいになりそうだなと思ってるけど、リスナーさんには1割引きでね、俺から直接買えるようにしてあげようかなと思ってて、定価35ぐらいな、35っぱぐらい、サイズ的に言ったら、だからまあ1割引きで売ってあげるよ、リスナーさんには。でもしね、なんか刻印とか欲しいって言われたら、それも無料でやってあげようかなと思って、特別に。頑張ります、ありがとうね。もしよかったらレオさんフォローしてよ、完成まで付き合ってよ。そうだね、うん、なんかあんまり安売りはしたくないなと思ってて、ハイブランド目指してるから。そうっすね、ハイブランドで行きたいっすね。はい、はい、シルバーの仕入れ先と質による、何を言ってんの何言ってんのシルバーの仕入れ先と質知ったかにも程があるでしょハゲたり指で曲がるようなシルバー、メッキってこと？メッキじゃないよ分かってなすぎるわ指で曲がるようにすれば、それ薄いとかそういう問題でしょ。アンパンマンさん、俺のパートナーの X さんってこの世界で30年やってる人なのよ。だからプロ中のプロなのよ、シルバーとかを作ってる。 X さんの作品見せた方が早いから見せるわ。金とかプラチナとかそのシルバーとかの
世界で30年やってる人なのね。でブランド立ち上げようっていうことで、スターリングシルバーっていうか、その925って言われてるの、高度を保つために銅が混ざってるのよ。すごいでしょ。もうプロ中のプロだから任すで、大丈夫だから。技術もその世界のことも全部分かってる人がバックにいるから、パートナーがもうプロ中のプロだから、すごいでしょ、やばーってなるでしょ。そう、もう高級ジュエリーとか芸能人の指輪とか作ってる人だから、すごいでしょすごいすごいって、物見せないと分かんないんだよな。そう、なんか、はい、なんかこう高級感のあるリングとかってあるんですか今は手元にないらしい。そうそう、ドラゴン。そう、まあ、こういうね、これの高級感ね、芸能人の結婚指輪ぐらいじゃない、芸能人の結婚指輪とか作ってる人、これはまあほら、なんつうの、若者向けというか、なんつうんだろう、そのドラゴンだよね、ま、説明不要だよね、見たらわかるけど、こういう技術がある人、そうそうそう、がそのこうパートナーにいるから、とりあえずその今回和道っていうブランドを立ち上げるんだけど、仕上げであったりとか、その銀に落として磨き上げたりとか、そのデザインの細かい修正とか全部もう完璧な人がいるから、大丈夫大丈夫、お大枠を俺が作ってやってるのよ。はい、あとはどうなっていいんだよ、ガチャガチャみんなものを言うけどね。ブランド名はそうだね、漢字で和道っていうブランドでいくよ。最近だもんね俺欲しかったもん、ずっと。はい、ブランド名和道だね。それはそうでしょ、俺が作るんだから期待できるでしょ。その例えばそのなんて言うんだろう、 X さんはどれくらいの精度で作ってるかっていうと、その 0.03 ミリとか 0.01 ミリを追っかける世界の、1ミリでもさ普通の人誤差ね、俺みたいなの出ちゃうけど、 X さんは 0.03 ミリの誤差を許さない世界でずっとやってきた人だからさ、30年近くね。平和の輪に道じゃないね、俺の名前だね。緑カップさんお疲れ様でーす。そう、大丈夫だよ。そのもう本当にその世界でバリバリにやってきた人とやってるから、じゃないとね、その粘土工作とかさ、その辺のスターターキット、シルバーを初めて作るスターターキットみたいなのでブランド立ち上げるとか、そんな無謀な話しないよ俺だって。そうそう、和道、レオさん正解。ぬ主、俺は5年目だね、あの生主5年目だね。もしよかったらみんなフォローして、初見さんいらっしゃい。俺は7日目だよシルバー作りは俺は素人ね。だからそういうなんかバッタモンみたいなものは作らないから安心して、あのアンパンマンさん、そうなんか露店で売ってるようなバッタモンみたいな仕上がりには絶対ならない。そう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 、俺は7日目、もともと生主ずっとやってきて、シルバーブランド立ち上げたいってずっと放送で言ってたの。そしたら X さんが偶然その世界で30年やってて、え本当に1個買ってくれるってなんだよお前、バッタモンとかどうのこうの言ってたくせに、ありがとう、嬉しいよ、 Thank you。 全部ね、刻印どうします、ナンバリング入れた方がいいですかね。ナンバリング入れましょう。だからその生産されるたんびにナンバリング入れるんで、ゴローズ、はい、うちの師匠に、ね、はい、許可を得て、はい、ゴローズから、OK もらった、はい、和道ですよっていうふうにしちゃえばいいじゃん。めんどくせえから。そうそう。ガタガタガタ、みんな
行ってるんでしょ。あれですよね、あの X さんのうちの師匠が、はい、五郎さんと一緒にやってたんですよね。ずっと五郎さん、五郎さんがもともと、はい、長期ができなくて、はいはいはい、うちの師匠が教えた。へえ。だからうちの師匠がずっとはいはい、タッグ組んでやってたんですか。じゃあその五郎立ち上げるとき、 X さんのお師匠さんに当たる人が五郎さんと一緒にやってたんだって。なんで五郎さん何もできないんだから本当に。だから今回でいうところ五郎さんポジションですよね僕。あ、そうです。そうですよ。力貸してください。オーダーとかはやんないです。あのオーダーっていうよりもオーダーメイド高いです。あのっていうよりも俺がまず身につけてほしいものを作るんですよ。そう、でワドがあのつけてるものが欲しいという人にしか売らないっていう、うん、そうだから俺が身につけていく、自分でその欲しいものが見つからないから自分で作っちゃおうっていうコンセプトなのね。で俺がかっこいいと思うものをつけるから、ね、で予約が入ってそれと同じの欲しいんだけどどこで売ってんのって、いや和道だよって、いやそうじゃなくて君の名前和道でしょって、いや違うペンダントトップ何って、いや和道だよって、いやそうじゃなくて和道がつけてるペンダント欲しい、いやだから和道だよっていう話で和道から買ってってこと。うん、一個一個作るから予約が入ったら。僕のあの話なんかあのみんなめくれちゃうかもしれないけど、でも誰にも売んないし、はい、てか俺はなんで今回こういう風にしようかっていう話ですね。うん、和道がいるからもうそれしかないんだ。ありがとうございます。うちの D さんとかあの、ね、うん、周りとかみんな知ってるのかもしんないけど、うん、めくれてもいいんだよ、うん、でも関係ないから和道は和道しかない。俺は和道が好きだからやってるだけ。ありがとうございます。ガチャガチャ言ってるのクソワギとかどうでもいいんだよ。その業界ではシルバー作り7日目で、俺は生主始めてこういうインターネット生放送やってもう5年目、うん、シルバーは作り始めて7日目じゃない、今日8日目かな、まあ1週間経ったぐらいですね作業を実際始めて。詳しくはツイッター見てください。だから例えばその俺がつけてるものがその3万5千円ぐらいで売ろうと思ってるんだけど、その例えば純金製とかプラチナ製で金に留めつけないから材質変えられるとかいうオーダーにも対応できるから、もう100万かかってもいいからその高級感あるもの作りたいっていうの、そういう細かいところは対応できるよ。100万かかったら村方志向と中山市とあの、はい、全部合わせたらいい。そうですね。うん、うん、そうそう、元々その X さんが昔からあのリスナーさんでずっと応援してもらってて、でそのシルバーブランド立ち上げたいって、俺シルバーの世界でもうずっとやってきてるよって、みたいな、やろうよやろうよみたいな、ブランド立ち上げようよみたいな、うん、生放送55年やってないかな。うん、そういう感じで、 X さんはそのさっきは竜とかさ若者向けっていうかさ、その男の子とかがすげえとかさいう感じだけど、もともとそのブライダル系のリングとか、なんつうんだろう、高級感のあるデザインとかをずっとやってた人なんで。鳥になりたいさん、メガホンありがとう、明けましておめでとう、今年もみんなでいい年にしましょう。なんかその生主がグッズを作るっていうことに俺自身がなんか違和感を覚えてて、なんかこう本人がつけないものを売った、本人が身につけないものをこう人様に販売するっていう考え方が俺はあんまり好きじゃなくて、そう、本人が身につけてるものが売られてたら追っかけたくなるじゃん、ファン心理、本当のファン心理って。だからまあその自分がかっこいいと思うものも作っちゃえばいいし、それも売っちゃえばいいんでしょうっていう、そういう感覚かな。
っと待ってください。お、数合わせありがとう。解放ありがとう。そこのなんかやっぱデコボコ感が出ちゃうんですよね。今ちょっと X さんに直してもらってる。ペンダントップだったらさ、誰でもつけやすいじゃん。指輪とかだとね、そのリングのサイズとかがあるから、なんか直したりするのとか、そう在庫抱えるの大変だなと思って。まずはペンダント。30年もうプロ中のプロでしょ。彫金師っていう職業だね。彫金師。回す感じで、はい、ありがとうございます。うおー、はい、こういう感じですか。好きっすね、こういう手先はもともと器用で、なんかばあちゃんがずっと言ってたのが、あんたもうバカなんだからあの歯科技工士になれってずっと言ってましたね。手先器用だからっつって。だから絵とかはダメだったんですけど、美術でこういうなんか
粘土とか木とかの工芸とかだといつも5とかもらってましたね。金賞とか学校とかだと。どうやったら彫金師になれるのか、専門学校か弟子入りかどっちかなっていう。どうなんすか。え、なんか彫金師になるには専門学校行くのか弟子入りするのかどっちなんですかって。弟子入り、弟子入りの方がいいんじゃないって。中田さんのとこでプロ扱いされて、はい、貯金しに行ったけど、どうなのね、分かんないけど、そのまま、要は金稼いでば貯金しじゃない。要は金稼いだら貯金しなんじゃないのって。はい、適当なこと言っていい。はい、初見ちゃん多分なんちゃって、ね、配信者と、はい、多分上記事の話をなさる。ああ、まあフリーランスですもんね。うん、うん、いや飯が食えたらプロでしょって話でしょ。そう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 、うん、お姉ちゃん一人囲って、例えばみんなを囲って、はい、みんな楽しく行こうぜって言ってる自分がいればいいんじゃないか。うん、だからそれが和道でしょ。うん、うん、そうっす。要は買う人がいたらプロだと。はい、もし本当に本当にプロになりたければ、まあ、俺をしゃくればいいけど、多分相当辛いよ。なんかその角で行くんすか、その局面じゃないですか、うん、この先で行くんすか、ここで。そう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 。あ、なるほど。波を、要はね、はい、角でガンでぶつかると、はい、ガチャガチャって行くでしょ。はい、じゃなくてこう優しく行けばいい。なるほど、これだ。あ、わかりました、できました。あ、これだ。あなたはできるじゃん、はい、これ多分できないと思うよ。僕結構こういうの得意です。はい、あ、これだこれだ。エロい、そうそうですね。エロスが必要ですよね、これ。かすみちゃんエロいからね。エロいですね、僕は。はい、あ、これだこれだ、分かった。これをさ、例えばさ、はい、他のね、申し訳ないけど、はい、まあ、名前出したけど、なんだっけ、はい、金梅とか、はい、ね、みんなにこう やらしてみって、誰もできないよ。これはあれですね、繊細っすね、めちゃめちゃ。なんかね、そうね、力加減がなんて言うんだろう、もう本当になんつうんだろう、例えばなん、ね、ヤスリでね、女の子を生かせることができるっていうかね。なんつうんだろう、この鉄のヤスリがあるじゃん、それでこう乳首の先端攻められるかみたいな、そういう世界。このザラザラで気持ちよくなるかみたいな。で、そのもう本当ミリ単位というか、触なんつうの、フェザータッチで、その金属でこうこのザラザラで感じさせることができるかみたいな、そういう世界。そう、例えがよくわかんないかもしれないけど。もともとだからここに、はい、触らせてるのは、はい、そうでしょ。はいはいはい。普通の人はヤスリって言ったら、そう、ここでやっちゃいますもんね。そう、はい、ここでゴリゴリ削っちゃうけど、それがダメなんです。そう、あのね、今何の話してるかっていうと、普通こういうヤスリがあるとするじゃないですか、こういう。で、ここの面でみんな削ろうとするはずなの。でも X さんってこの刀の刃先みたいな部分あるでしょ、もう1ミリぐらいの、そこでこう、なんつうんだろう、ヒゲ剃りっていうか、なんかこう、そうですよね、この肌のそのワックスの曲面をこう撫でるようにこうやってるのよ。だからもうなんつうの、職人なんて言えばいいんだろう、こういうの言葉で説明するのすごく難しいんだけど、エロいセックスしてるのと一緒だよ。そうそうですね、エロいセックスですね、完全に。お姉ちゃんだもん。お姉ちゃん、作品お姉ちゃんだから。作品お姉ちゃんですね、完全に。だからそれがカズミちゃんができてるのがすごいね。本当スーパーエロスだなと思うけど。スーパーエロス、これでもあれですね、ワックス作らせたらセックスうまいかどうか分かりますね。
ちょっとワックス削ってみろって言って金前なんかできないじゃん。金前さんチンコでかいらしいですよ。チンコはでかければいいってことじゃないですね。あのエロいセックスですね。まあいいんだけどね、はい、持ってんならいいんだろうけど、どうでもいいよね。俺からするよ、うん、いやでもね、やっぱかすみちゃんやっぱいいね。いや教えてる甲斐があるんだよ、はい、教えてる甲斐がある人間と甲斐がない人がいるんだよ。ああまあ分かんない人は分かんないですもんね、感覚とか。なんかね、ひげ剃りが一番近いかな。髪剃りで皮膚をこうスーッて下ろす時の、あのしかも安全歯がついてるひげ剃りじゃなくて、昔の鋭利なひげ剃りあるじゃん、こうスーッていうのをこう撫でる感じで、髪剃りで肌をこう撫でられて傷つけないことができるんだったら多分できると思う。そういう作業で、その力加減間違えるとガッて切っちゃうわけじゃん、皮膚を。それにすごく近いかもしれない。で傷ついちゃうのよ、その鋭利な面を当ててるから。普通にあのヤスリをそういう風に使う人間っていないか、多分いないでしょうね。、うん、多分学校じゃこれ教えてくれないですよね。学校じゃ教えない、はい、職人さんの技っすよね、これまさに。しかもあの職人さんってあのクソみたいな職人いっぱい俺見てきてるけど、ガツガツ削ってとかってやるけど、バカじゃないのって、うん、ずっと思うさ、あのね、撫でないとダメなんだよって、はい、なんでかっていうと、その後に、はい、荷揚げをかけた時に、はい、絶対出てくる、うん、麺が出てくるんですか。そう、ね、素敵な、その、ふわってした顔を見せてほしいなと思ってやってんのに、はい、あいつらできないんだよ、うん、じゃけんなってずっと思ってたもん。なるほど。感覚やっぱり嬉しいなって思うこといっぱいあるよね、うんうん、あのなぜ僕が和道に対してそれを言ったかって言ったら、あのね、あなたはこうそういうなんていうの、はい、感覚が優れてるんだよね、うん、ずっと優しくしてあげようみたいなさ、はい、だからずっと配信を見てて、はい、ちょっと仲良くしたいなみたいな。この子の手掛ける作品はすごいいい作品なんじゃないかなみたいな。でもこれもう本当に向き不向き出ますね。できない人できないですね、本当に。だからあのリスナーさんとか見て、そのね、あの X がどうせやってんでしょ言うんだったらそれはそれでいい。でもね、やってねえから。教えてもらってひたすら家でやってますからね。そうそうそう、家とスタジオで。うん、僕は嘘がない、ね、うん、この子の配信に対して嘘もねえし、うん、やらせは面白くないですよね。失敗してもいいから、やっぱその自分でやりたいですね。はい、要求するときにあの一生懸命努力するけど、え、お金を要求するときに一生懸命努力するけど、はい、あの和道というものに対してやったら、はい、もうああっていうさ、うん、大変なの、はい、それ本当ムナちゃんマンとかさ、まあ、ムナちゃんマンの話もいっぱいしたけど、あのオフレコの話いっぱいあるけど、はい、まあね、かずみちゃんも知ってるように。大変なんだよ、うん、大変なんだよっていう、そのうなちゃんマンというもの、あと、はい、和道、あの和道というものがどんだけこうやってるかっていうことをみんな分かってやればいいんだよ、うん、それが全てだ、うん、でも本気でやってるかやってないかだけ。いや、まあ、もう本当そうっすね、本当そうっすね。なんかさ、その分からない人ってさ、物で買うんだよ。でも結局俺ら人間が作り上げてきた社会だから、審美眼とか本質を分かってる人って誰が作ってるかなんだよ、結局。だってさ、例えばさ、そのなんかわけのわかんない壺でもさ、一般の人から見たら100均で売ってる壺とさ、その芸術家が作った壺って見分けらんないわけじゃん。100万円のワインと1000円のワインが分かんないわけでしょ。その
っぱりね、念を込めて作ってるかとか、その作り手のそのあこの人はそのどうなんだっていう評価ができるのってね、本当にねやっぱり目を持ってないとダメなんだと思うよ。俺はこのシルバーがプレミアムになる絵が見えるもん。後にね、適正価格で販売するけど、え、和道から直接買ったの？っていう絵が見えるよ。そうですね、仕事しましょう。要はね、ホームレスからここまで成り上がれる男を見たことないでしょ、みんな。無一文で何もないところから俺はまだまだ跳ねるよ。要はね、その何か道具があったり物が良ければいいってわけじゃない。俺の武器は人間力だから。あ、それはそうだ。はい。で、人に恵まれてるの。そう。出会う人の運が半端じゃないから、俺はバンバン上行くよ。名前で勝負したくないですね、やっぱり。はい、やりたいことだけやって生きてくんだよ。でもね、マジな話ね、これはね結構もう思い入れが半端じゃないから、なんか変な人にはね直接売りたくないなと思ってんの。ああショップで買ってみたいな、うん、今までこう応援してくれてた人とか、その絆がある人にはこう手渡しでこう何ナンバリング入ってるちゃんとした俺の手作りの刻印入りのやつを売ろうとは思ってるけど、なんだかわかんないにわかには、うん、ああ店で買ってみたいな、そこで買えるからみたいな、そういう感じにしようと思ってる。かっこいい人間とかこうお世話になった人にはね、こう最高のプレゼントになるように特別バージョンをお送りしますよ。
老眼が始まるんですか。自然でいいんじゃないですか。カレーライス買ってきます。はい、カレーライス買ってきます。バドが
ペペ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 ペお話しようぜ。あれ？コメント止まってるな。見えてる？お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。